皆さんこんに,ちは皆さんには推しの声優がいますか最近活躍の幅を広げアニメのみならずドラマや舞台で俳優としてまた歌手としても人気を得ている声優職業としても人気で憧れている人が多くいます以前は裏方の仕事という印象が強かった声優ですが表舞台での活躍が増え声優という仕事の幅も広がってきました職業として目指す人も多いようですね そんな大人気な声優ですが様々な理由によって亡くなってしまった方々がいます今回は若くして多解した声優12選をお伝えします 1. 日田崎さん81プロデュースに所属していた日田崎さん弱虫ペダル今泉俊介の幼少時代やポケットモンスターベストウィッシュシーズンにジュペッタ役映画ルイの9番目の人生ルイドラックスの日本語吹き替えなどを担当 左側脳室三角部髄膜腫のため、2020年2月6日に31歳という若さでお亡くなりになりました。この病気は脳を包んでいる膜から発生した腫瘍が、脳室の一つである左三角脳室部に到達するもので原因不明なことも多く、腫瘍の大きさによっては手術が必要となるそうです。2. 滝下剛さん新三国無双シリーズ芝居として有名な滝下剛さん英雄伝説7 のバルトマレス役「仮面ライダー正義の系譜」のライダーマン役「トミカ王国物語」「ブラックラー」や映画「ネバー・バックダウン」「ジェイク吹き替え」などを担当ゲームやアニメ作品で声優として活動されていました2013年3月未明帰宅途中の転落事故により37歳という若さでお亡くなりになられましたプライベートでは2009年に同じ事務所の声優・ 鹿野純さんとご結婚ししていました。突然の別れにファンからは悲しみの声が多く聞かれました3中西玉城さん2000年にデビューした沖縄県出身の中西玉城さん声優業のほか演劇ユニットカルネを結成するなど舞台活動にも力を入れていました早急のファフナー皆城椿皆城織姫役や「ポカポカ森のラスカルラスカル役」などを担当されていました 2001年の誕生日からは永遠の19歳を自称していました死因は非公表となっていますがかねてより病気療養中であったとされています2020年3月14日44歳という若さでした病名は非公表だったのですががんの治療中であった可能性があるようです早すぎる別れにネットには悲しみの声が溢れました 4. 串田康道さんマウスプロモーションに所属していた串田康道さん 30歳の保健体育星銀河役や白い砂のアクアトーク愚田豪介役ハルクスマッシュヒーローズハルク役などを担当されていました死因は不明で2023年4月1日に46歳という若さでお亡くなりになられました亡くなったことを事務所が報告すると多くのファンが Twitter で悲しみを打ち明けましたまた、死因が不明とということで、 ななんでで亡くなったたのかを考察すす。るファンもいたようです 5. 田中和成さん大阪府出身で青二塾大阪校第2期卒業生である田中和成さん1991年に OVA「ウィザード」のライフスティーラー4役でデビューしました2003年にはアコースティックユニット「道頓堀ダイバース」を結成しボーカルとギターを担当していましたアニメでは好青年やギャグキャラを多く演じておりアニメ「配給」 新役や「地獄先生のーベエ」木村克也役「千回伝方針演技」「浩彦役」「コードギアス反逆のルルーシュ」「玉木慎一郎役」などを担当」「2016年10月10日脳幹出血のためお亡くなりになりました」「死去する前に配給、収録した最後のセリフ「下を向くんじゃねえバレエは常に上を向くスポーツだ」は名ゼリフとして名高いです。 6藤原さん東京都出身の岩手県育ちの藤原さん多くのアニメ作品で主要キャラを演じるた吹き替えでもアイアンマンといった主役級キャラを数多く演じました代表作としては「クレヨンしんちゃん」野原宏役や「公共紙片エウレカセブン、ホランド・ノバク」役「鋼の錬金術師」「マース・ヒューズ」役「ハンター×ハンター」「レオリオ」役などです2006年11月に自ら 事務所エエアーエージェンシーを立ち上げます2017年1月9日テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ声優総選挙3時間スペシャルで第3位にランクインするなど声優として不動の人気を確立していました2016年8月8月日病気療養ののために当面の間休業することを発表その後復帰しましたが2020年4月12日 ののため都内の病院にて55歳という若さでお亡くなりになりました時期的にコロナウイルスではないかという声もありましたが事務所ががんであると公表しておりその情報に間違いはなさそうです藤原さんの訃報が報道された際にはファンだけでなく多くの声優仲間や仕事の関係者からもメッセージが寄せられました「ガンダム」などで共演した古谷徹さんは藤原さんの復帰を知り 再び共演することを心待ちにしていたようです。7. 辻谷幸志さん。東京都出身の辻谷幸志さん。デビュー作は、1987年公開劇場アニメ、あいつとララバイ水曜日のシンデレラです。機動戦士ガンダム F91 の主人公シーブック・アノを以来、多くの分野で主要な役柄を演じるようになりました。代表作としては、無責任艦長・タイラー、ジャスティウ・エキ・タイラー役や、 ブラッドプラスソロモン・ゴールド・スミス役「犬や社」の魅力役などです声優だけでなく舞台活動のほか音響監督業も務めていました2018年10月17日に自宅で突然倒れそのまま同日に脳梗塞によって56歳という若さでお亡くなりになりました8・鈴置裕孝さん県プロダクションに所属していた鈴置裕孝さん 声優デビューはテレビのの洋画吹き替えの男一です主な出演作として「機動戦士ガンダム」「ブライトノア」役や「ドラゴンボール」「天津藩」役「ランマ二分の1」「旧能立脇役」「ルローニ謙信」「明治剣閣路満タン斎藤一役」などです2006年に肺がんと判明入院し療養にあたっていましたが同年8月に容体が急変し 56歳という若さでお亡くなりになりりにました旧戸谷浩二さん愛知県出身で幅広い役柄をこなせる演技派だった戸谷浩二さん富野義行監督作品では「ガンダムシリーズ」を中心に1980年代に制作された大半の作品に出演していました2006年2月6日急性心不全で倒れて57歳という若さでお亡くなりになりました遺族の意向で正式な発表はされませんでしたが 約半年後の8月同事務所の古谷徹さんにより公表され明らかとなりました俳優でもある声優の戸谷公人さんは実子です10柳田清行さんフリーで活動されていた柳田清行さんデビュー作は明らかでないですが主な出演作としては「スラムダンク、赤城武則役や「ジャングル」の王者ターチャンハート両師範役「機動戦士ガンダム F91」 ザビーネシャル役などです死因等は遺族の意向で公表されませんでしたが関係者によれば癌で療養中だったそうで2022年11月14日に亡くなったそうです現役を貫いていた中での突然の死去に同業者や共演経験者から悲嘆の声が相次ぎました57歳でした 11. 郷大輔さん東京都出身の郷大輔さん太く迫力ある声に定評があり 主に悪役や合法、豪傑なキャラクターを多く演じました。アニメデビュー作は、1973年放送、キューティーハニーのナレーションでした。代表作としては、機動戦士ガンダム、ドズルザビ役や、ドラゴンボール Z で、ミスターサタン役、筋肉マン、ロビンマスク役などです。アニメだけでなく、テレビ番組や CM などのナレーションの仕事も数多く手掛けていました。 2010年1月17日午後3時頃、東京都中野区本町の路上で腕や手首などから血を流して倒れており死亡が確認されました死因は急性心不全とのことで57歳でした現場付近には家族宛てに「ごめんねありがとう」などと書かれた走り書きのメモやカッターナイフがあったことから自殺とみられています12亀山祐清さん宮城県出身で俳優 声優養成所のボイスアクターズ道場の設立者である亀山助清さん、熊野プーさんの三代目日本語版声優を約10年間演じていたほか、脇役としてテレビとラマに出演することもありました。その他にも、魔法の天使組みいまみ、木所隼人役や、ジャングル大帝、トニー役などを担当されていました。2013年1月26日午前、悪性リンパ腫に伴う肺炎のため、 埼玉県内の病院で63歳という若さでお亡くなりになりました。いかがでしたか今回は若くして他界した声優12選をお伝えしました。声を使ってさまざまな役になりきる声優には多くのファンがいます。声に魅了され応援している存在が突然いなくなってしまうのは大変悲しいことです。しかし彼らの声は作品として残り続けます。その作品を見ることで。 亡くなってしまった声優さんを偲ぶことができたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。